バイルティンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す市場長で、ビルブルク指定点行政共同体の一員である。バイルティンゲンは、ディンケルスビュールの近郊、ベルニッツ川沿いに位置しており、ミッテルフランケンで最も高い標高689メートルのヘッセルベルク山から遠くはない。この町は、公式には9つの地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ディンケルスビュール市の近郊に位置する市場町バイルティンゲンはかつてビュルテンベルク家の分家が治めていた。バイルティンゲン家はファイツバイラー村とボルフスビュールに加えフランケンホーフェントグライデルバッハのそれぞれ一部を統治した。17世紀にはクネーリング家に霊園として領主権が与えられた。 1616 16年にこの一族の男形が途絶え、この霊園は再び、ビュルテンベルク公与ハンフリードリヒの下に服した。領主となった公爵は1617年に、ファースト・ブルーダーライケン・ファーグライッシュを締結し、この文書に、ビュルテンベルク公領を分割しないことを明記した。同時に、下の弟、ユリウス・フリードリヒにバイルティンゲンの統治権と、左右として、 史上開催権を持つブレンツが与えられた。彼はバイルティンゲンにビュルテンベルク家の自身の冒険を打ち立てたが、多くの息子が未婚のまま終わった。ユリウス・フリードリヒの息子ビュルテンベルク・バイルティンゲン公、ジルフィウス・ニムロートはビュルテンベルク・エールス・クゲの基礎を築いた。ビュルテンベルク家は三世代にわたってバイルティンゲンを統治した。フェルディナント・フリードリヒ公は、 子供より長生きして亡くなったため、ビュルテンベルク・バイルテンゲンの家計から男性後継者がいなくなった。このため、バイルテンゲンの漁師権は再び本家に戻された。シュトットガルトの行政府は、これを公爵の私有財産として処理している。1729年にこの漁師権は33万、グルテンを50年間借りる際の担保とされた。その借罪は、 その後20年間さらに延長された。行政府が改革され宮廷及び国有地の管理部門が設けられると、ビュルテンベルク国王フリードリヒ一世は1807年にバイルティンゲンにその管理局を設け、管理としてフリードリヒ・アウグスト・クリストリープを廃した。3年後、バイエルンとの条約に基づき、領主権がバイエルン王国に譲渡された。 ビュルテンベルク王国は、これと交換に、旧ドイツ騎士団領のアルツハウゼンを手に入れた。これにより、宮廷及び国有地の管理局は廃止された。町議会は、町長を含め、十三議席からなる。緑地と赤字で、上下に分割。上部は、正面を向いた金の覆面兜が浮かぶ。兜は、青い岩山に五本の塔を持つ青い屋根の銀の城が、立っている。 聖ニコラウス協会、ありがとうございます。